モコの引き出し。モコの引き出しのコーナーです。このコーナーはモコさんの引き出しの中には一体何が入っているのか、どんなキャラクター、どんな有名人が入っているのか、それを探っていくというコーナーでございます。はい、怖いです大変怖いです。たくさんの方から来ておりますよ。お手柔らかにお願いします。 BB クーのダンパスさんです。あのモコちゃんの引き出しにみんなを翻弄し続けて最後はどいてくれた台風2号マーワーはいらっしゃいますか？あのさ、あの私さ、本当はこっちに行きたかったわけだけど、フィリピンの方に欲しいのがなかったわけさ。だからなんか台湾行こうかなと思ったけど、台湾も今あのミノルもいないしサーキーもいないから、だからもうじゃあ沖縄行こうかねと思ってるうちにだんだん疲れてからさ、そうです、なんか勢力弱いとか言ってか、なんか早く行けとか言う人もいるしさ、なんか暴風がどうのこうのとか言ってからさ、もう気を得たからさ帰ったわけ長男そっくりうちの長男そっくりまあはさ、本当はよ、うん、嫌われたくなかったんだけど嫌われたからさ、もう泣いちいったまあはさ、最後の一文で、うん、とてつもなくあの話を締めるところも長男そっくりです、まあはあんなにいろいろあったのに最後捨てたのってだからもう生きよったそっか、うん、まあはあ、まあはあ、よ4歳くらいだったのかな、まあはあ、ね、2歳だから、あ、そうか、2号だからね達者な2歳なことまあまあまあはあ、こちらです、キングクリムゾンさんから。引き出しにタンスの角に足をぶつけて悶絶する鶏いますか？ぶつけたショックでね。卵がすごい、ぶつけたところ最初人のところからさ、鳥までのグラデーションすごくなかったですか？綺麗でした。生まれるから貴重な2個目が1個30円が生まれます今高いからね卵はね。こちらです、夜明け前のアリスさんから。メイド喫茶で働くヤンバルのおばあはいますか？はい、しげおさん、いらっしゃいませしげおさん、いらっしゃいませ。ご注文は何にしますか？ご注文、ミキはないなんかモエモエなんとかジュースとかじゃないの？うん、ない。ミキあるね。ミキあるね。ミキはない。ミキはない入ってましたね。入っていたね。メイドっぽくなかったな。こちらは肉そニコミスキーさんですね。引き出しに寝坊した瀬川栄子さんはありますか？もう終電です。めっちゃ寝てる。めっちゃ寝てる。もう終電が来ました。めっちゃ寝てるな。何時間遅刻してるんだろうかも。気の毒よね。もう現場にも行けません。最高。本当にモコさんが。本当に嫌がらない限りこのコーナーを続けていきたいなと思います。今のちょっとストレスくらいの状況だったらまだやりたいなって思ってます。お付き合いください。